この動画の内容はほとんどがネタです。ジェスチャー、身振り手振り仕草、また身振り手振りである事柄を表現すること。国語辞典にはこうある。ダークソウル3においてジェスチャーとは自らの感情を表現する手段として使用され、またその種類も多種多様である。今回は一部のジェスチャーを取り上げ、知られざる使い道に迫る。それではショータイムだ。一例基本編、主に対人戦の戦闘儀礼、協力プレイでの挨拶として使用される。なお対人戦においてこれを行う者は決闘に参加したとみなし、戦闘中のエットビン使用は異常なまでに忌み嫌う。応用編、自分が現在どれだけの高さにいるのか、ここは飛び降りても安全なのか、高さを調べるために使用されることも。丸くなる基本編、前述の決闘中に思わず S を使用してしまった際、申し訳ないと瞬時に伝えるために使用される。また奇跡などの回復を行ってもらった際は恐縮の意味を込めて使用される。応用編、攻撃回避に使用される。歓喜基本編、ダークレイス撃破時など脅威を撃退し仲間との喜びを分かち合う表現。応用編、武器使用のための必要能力値が足りない場合でも片手で軽々と剣を振り上げ、あたかも能力が足りているような見栄を張り誤解を与えられる。土下座基本編、間違いなく自分自身に非がある場合、心から謝りノーカウントにしてほしいという時に使用される。応用編、背中に槍などの鋭利な武器を背負い、機械的な動きで視線を伏せた後、背負った武器を突き出し威嚇攻撃する。失敗したと判断されるまでその場を動かないでいれば相手を困惑させる効果も持つ。なお対人戦後にキックをする姿もあるが、これはジェスチャーではない。場合によっては不必要なショックと悲しみを与えることも。両手歓喜基本編、ボス撃破など目的を達成した時にその苦労と達成感を仲間と喜び合う表現。応用編、遠方にいる敵に対してあたかも両手を挙げて怒っているかのような全く逆の性質を持たせる使用例もある。休息基本編、他の白レイスの召喚を待ったり愛着のあるキャラクターを少し休ませたい、スクショのためにいい画像を撮りたいなど様々な場面で使用されるジェスチャー。注意点、使いどころを間違えると他の人に迷惑をかける。その状態に気づかなかった場合、火の宿主に召喚されてしまうこともあるので注意が必要。大の字基本編、絶体絶命の危機をやっとの思いで乗り越えた時など疲れと達成感を一度に表現することができる。応用編、水中などに潜り込み敵の視界から逃れたような状況を表現できる。この時肺活量などを気にする必要はない。また幽体離脱の表現にも使用される。隠密、ジェスチャーでありながら身を隠す動作としても使用される。使いどころによっては擬態効果も期待できる。古竜への道基本編、古竜の頂へと至るためのジェスチャー。応用編、人間を超越した姿を表現できる。また瞑想、休憩、修行など様々な印象を与えることもできる。手招きと乾杯の合わせ技、敵意がないことを示し意気投合をするダブルジェスチャー。手招きと乾杯の合わせ技、敵意がないことを示し意気投合をするダブルジェスチャー。この動画の内容はほとんどがネタです。実用性は皆無かもしれません。